こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバカシバリマルやっていきたいと思います。はい、今日やっていきたいのはですね、はい、構成チャレンジ、リベンジしていきたいと思います。はい、デュオビッグマムですね、相変わらず、ちょっとね、変わったところといえば、ティエラの枠が、クリスマスポローネになりました。それで、それ含めてご紹介していきたいと思います。アシストもね、ちょっと変えてるんで。はい、早速変わってます。リオに、ミラチェン体制にスキルチェーン2つで、100体モンスロード、ね、ウルトラマンベリアルの武器をつけております。はい。で、暗闇3つ、ね。で、これ、スパイスガールは、変わってないですね。昨日の動画から。スキルチェーン4つ、HP 強化2つに、バギーの武器ですね。はい。で、カイドウに、無効貫通、スキルチェーン2つ、キャプテンアメリカの武器でございます。で、ポローネですね。クリスマスポローネに、お邪魔目覚め体制。で、天夜叉のコート、ドフラミンゴの武器をつけております。で、チョッパーですね。チョッパーに聴覚性回復強化。で、毒目覚め体制にスキルチェーン2つ。で、イノセントメモリアルつけております。で、ビッグマムに、バレンタイン、クシナの武器つけてもらって、で、潜在がスキルチェーン2つに、マシンキラー3つになっております。で、これ全体制が、テープ、雲大丈夫。で、暗闇、毒大丈夫。で、お邪魔だけね、対応してないんですよ。毒目覚め、お邪魔目覚めも対応してるんですけど、はい、そちらだけ、雲を捨てて、攻略だけして、周回など求めないです。はい。もう、勝てばいい。で、バチは HP ですね。はい。はい。それでは、構成チャレンジ制限時間20分3、対戦、よろしくお願いします。いろいろミスったー。いやー、これはちょっともう、申し訳ない。時間切れです。いやー、ちょっとこれはね、リベンジしてます。はい、構成チャレンジ制限時間20分3、対戦よろしくお願いします。いや、なんか、ね、対戦よろしくお願いしますにハマってね、昨日よりスキルが増えたんで、早くね、変身できるようになりました。はい、リオがね、ビッグマンマンもショットなんで変身できます。で、これバギーのを使って、で、ワンダーステップ、ポローネ使って、ちょっと待って、カイドウを変身させて、で、チョッパーのイノセントメモリアを使って、で、これ使って、で、最初はちょっと待ってね。ビッグマムがね、回復してくれるんで、あ、やばっ、光決めれんかった。オッケー。はいはい、これでいいよ。オッケー。で、もう闇全体にしちゃおうか。で、あ、ちょっと待って、全体になってない。てか、列で組まんでも。オッケー。で、スキチャーも決められてるね。オッケー。はい、これで、プロは突破と。一応右チェックしとこうか。リオが、ごめんなさい、画面から消えてた。あと2ターンか。あと2ターンなんで、3色だけ。HP も余裕あるから、回復も温存して、OK。で、次からトリッシュの軽減が貼れるんで、トリッシュのアシスト考えた方がいいかな。で、スパイスガール使って、もうチェック外して、はいはいはい。これでいいか。これでな、これで、故障。ほんまね、闇も夜消ししたかったんですけど、まあ、もうしゃない。オッケー。これで、はい、で、リオを使って、ザワールド使って、遅延決めて、で、ポロネ使えるんで、ポロネ使って、
回復読み消しして、コア、水全体コアしようか。ここからね、固定追撃が決まるんで、OK。よし、ここまで完璧。ここまで完璧ってまだ2分ぐらいやけどね。で、昨日はね、ビッグマム結構温存してたんですけど、もうね、ガンガン使っていこうと思って、ディオにアシストさせたウルトラマンベリアルのね、武器で耐えようかなと思ってます。で、ここはもう、平積み、あー、ちょっと待って。ちょっとね、なんか昨日からね、僕、右半分から、クムーンがちょっと苦手なんですよ。右利きなんでどうしてもこう被っちゃうんで、左から組んでいく方が好きなんですけど、なんかね、脳がね、右から組もうとしよるんですよ。演奏開始。よーし。で、回復力ゲームやろ。で、チョッパー使って回復力奪い返して、あ、ちょ、回復ないからちょっと、プライム発揮使おう。はいはい。オッケー。はいはい。ここもこうでいいか。はい。まあ、4色組めたらね、もう全然余裕でいけるんで。よいしょ。OK。さて。ミラーチェーンは効かない。トリッシュ使ってるよね。トリッシュ使ってる。よしよしよし。とりあえず平積みで、また右から。組んでるよね、やっぱり。なんでなんやろ。はい。はい、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 はい。よいしょ。オッケー。ゴーフルは。いやー、この人何やったっけ。もうダメだね、大丈夫。痛い。あ、無効感か。じゃあ、ビッグマムで行かせてもらおう。回復も上に組んじゃうか。で、下で。これはマシンタイプなんで、もうビッグマムが暴れてくれるんで。回復音消すの焦った。危ねえ。よいしょ。オッケー。はい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 。この人はね、ルーレットでしょ？ OK, OK. そっからしてな。ちょっとライミ発見ね。一応ね、もう削り残しのために使っといて。あ、はい、木いただきます。水いただきます。水いただきます。闇いただきます。闇いただきます。回復いただきます。はい、はい、はい。オッケー。昨日ね、ザワールド使って突破してたんですけど、まあ、この程度のルーレットだったら多分いけるんちゃうかな思ったら、いけたんで、なんとかね、ちょっと、ザワールドを温存できることができました。OK。遅延来たと、トリッシュ使おう。トリッシュ使おう。んで、遅延来たからもうどうしようもないし、あ、向こう側あるやん。ちょっともう、こうか。あー、ちゃう。めちゃくちゃ繋がってもうた。いけるかな？いけへんよな、未属性やから。はいはいはい。で、次も色があると。はいはい。これでいいか、もう L 字にしちゃうか。これで行ってくれると嬉しいんだけどなぁ。お、いけた。あと13分ぐらいかな。この人も互換値だったかな。先生はなかったよね、確か。無互換値やろ。誰もする人いい色は、あるね。いけるかな。
いけるかな。いや、ないわ、色。今気づいた。ちょっと、町作ろうか。そこに闇、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 闇来ないか。落ち込んだし、行った。はいはいはい、それなら大丈夫。で、もう、ビッグマムじゃなくて、回復したいし、カイロ行こう。で、四つ消しして、ちょっと待って、色はちゃんと消さんとね、カイドウやから。全部消せる？いや、ヒー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 。危な！危なー！オッケー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 。よいしょー。さあ、次はどなたでしょう？火水吸収の、ブリギットさんですね。おー、時間奪われる。火水はね、ビッグマムが火属性なんで、いや、これ、ちょっと、イコックいかんでいっか。マシンでしょ。マシンじゃないか。で、これ行った方がいいな。闇もあるしね。ちょうど HP も心もとないんで、回復努力を作っといて、はいはい。OK。オッケー、よいしょ。ブリギットってマシンタイプじゃなかったっけ？違ったんか。はいはいはい。で、ワンダーポケット使ったからさっき。オッケー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 。んーで、いけるかな、これ。いやー、ちょっと怪しいな、盤面的に。色がないんよな、ちょっと。これで、ちょっと街でも作れてへんけど、いけた！ OK, 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 ここを一緒ターンで突破できたんでかい。いらっしゃいませ。ここはね、爆弾さえ消せば、余裕があるんで、危な、ピン離れそうになった。これで回復分割して、はい。で、爆弾お邪魔耐性ないんで、しゃあないと。で、雷鳴発揮使って、で、トリッシュ使って、あ、また右から組んだった。あー、ちょっとややこしいな、これ。いや、闇四つ消しようか。んで、キーも一応四つ消し。これでいけたんちゃうかな？よいしょ。オッケーオッケーオッケー。10分切ったな。はい、この人がちょっと頭おかしいんで、めちゃくちゃ頭おかしいダメージ飛ばしてくるんで、皆さんご存知だと思うんですけど。んで、ここチョッパーで解除して、一応ね、闇あるかな？闇あるね。闇あるね。闇あるね。で、ちょっともうビッグマム使って一撃飛ばしたいんで、こことここが闇やろ？ここはもう絶対、崩さんと、んで、暗闇から。んで、あ！やばい！光は消えてない！オッケー、消えた！よし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 。次ね、無効貫通来たらきついけど。あー、どうせ。この人のね、デバフ来たらね、もう全然ね、ダメージも入らないんで、めちゃくちゃ削られるんですよ。んーで、どうせ、食らわへんから、ダメージ与えれへんから。んーで、こんな回復してええんやろか。あ、降ってきた、よかった。マジでね、ほんまに、ダメージがね、デバフめっちゃきついんですよ、これ。で、ね、もうその、エンハを入れる枠がなくて、あ、よかった。回復は、四つ消ししてるから、
ここはひたすら耐える。ここでね、こいつ引いたらね、タイムロスしちゃうんすよね。結構回復ないでしょ、回復ないでしょ、回復ないから、タイム発揮使って回復ドロッキを、オッケーオッケー、回復ドロッキをあった。あ、また右から始めた。右から始めるの苦手。いや、ヒードロック確認すんの焦ったな。これかな、これかな。いやー、ヒードロップやべえやべえやべえ。んで、ここまだまとか、まとか、まとか。いやー、ちょっと一国使って、ワンダーポケット使っとこうか。一応ね、何かあるかもしれないんで。くっそ、これビッグマム、削られんのきついな。はい。はいはいはい。ここが水ってことでしょ？ちゃうか。あー、一個違い。一個違い。耐えれる？耐えてくれたら嬉しいなー。よし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 。オッケー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 。ちょっと待って、声小さなってる。声小さなってるよ。そこら辺注意して、音量、音量注意。オッケー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 。よし。よしよしよし。あと5分。5分30秒。で、時間かけられてるわよ。おっぶねー。よしよしよし。じゃ、ここは次チョッパー使うでしょ？チョッパー使うから、ちょっともう間違って持ち込みしないように。チョッパー使って、で、マシンあるから、で、トリシ使って、イコック行こうか。多分ね、多分、アライミハッケ使った方が良かったかな。いや、でも今更遅いよね。あ、闇一個損した。次は水や。オッケー、降ってきた。え？足りてない。足りてない。足りてない、足りてない、足りてない。ちょ、ライミハッケじゃ行こう。あ、一旦待ってもよかったか。そもそも足りてないっていうね。はい。これで一旦ちゃうかな。オッケー。よーし。さあ、あと5分切りましたね。15。クリアシールド。なんやろ。うんこかん。いや、進化きついな、それ。いや、ロックは全然関係ない。ロックは全然関係ない。いや、あれでしょ？カウントダウン系でしょ？多分。水、キーラグドラとは戦ったことがあるんで。とりあえず好きちゃ、とりあえず好きちゃ。オッケーオッケーオッケー。3、オッケーオッケーオッケー。大丈夫大丈夫。焦らずに言うても焦るよ。時間がね、あと3分。2。いや、ちょっと待って、こんなトロトロしてたか。3分切りましたね。やばいやばい。いけるかな、いけるかな、いけるかな。オッケー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 。ただね、ディオ溜まってないんですよね、スキルチェーンで。水遠い。オッケー。
ッケー、たまった。さあ、オルファリオンで。いやー、デスファリオンかー。きついなー。いや、どうしよう。ちょっと待って。時間あるかわからんけど。オッケー。あと1分半ね。じゃあかん。もうワンダーポケット行こう。で、これ、大名発見使って、で、100体モンスロード使って、水、あー、やばい！いやー全然いかなかった。まずい。1分か、あとやばい。しっかりとよく奪い返して、とりあえずもう削れるとこまで削っとこう。やばい、時間がやばい。光、いや全然あかん。20秒、クソ、スパイスガール使って。いやもう映ってないよ。映ってがないよ、もう。いや、またリベンジしたいと思います。ありがとうございました。